皆さんお疲れ様です。ハッチョコです。エリナです。エリナです。お願いします。今日はポーチ交換メイクです。イエッ。この前ポーチの中身の方をねそれぞれ紹介したんですけれども、今回は交換してメイクをしていきたいと思います。はい、ます。あの前の動画に全部詳細は載っているので、そちらをご覧いただく形でよろしくお願いいたします。なんか私ねこれテスターでどっちの色も試してみたのね、うん、白いやつ、白とそうこのピンク。そしたらピンクの方がね私はね好きだった、うん、肌が健康的に見える感じがして、うん、でもちゃんと白くなるからいいなと思った。これさ量どれぐらい、うん、そんぐらいこんぐらい、うん、いける。幼くなっちゃったら前髪切ったら、わかる。てか化粧しないと決まらなくない？それは当たり前か。いやでもなんか違うんだよ。この幅広げた時の昨日のコメントでエリナちゃんシースルーバング復活してるし、ああったね、うん、ごめんワイドバングにしてピエン。これはワンプッシュでしょうか。ワン、あ意外とある。あね、そう多いね。それ結構薄くつけた方が、うん、なんか厚塗りにするとさ、うん、なんかよれるじゃん、うん、薄く広げる感じで。え、爪さ何色？グリーン。かわいい。なんかすごい強めお姉さんに見えるから、なんかそのスタイルなんだなさ黒のミラーとさ黒ネイルでさ。これはねあの3の男女ともいける方の5イズムっていうやつ。半プッシュでよかったわ全然。うん、そうなの、うん、シュンってこう、うん、思いっきり押さなくてもこんぐらいでね足りる。過ぎてしまいましたすごく叩き方の職人だね。こちら様これです。はい、マージーのやつですね。結構明るい、ね、結構茶色っぽいですよね、うん、それ、うん、眉毛描くとき犯罪者の人じゃん。犯罪者やっぱ明るいよ。だいぶ明るい。ちょっとマスカラしてもらって、うん、ちょっと笑ってる笑ってる顔が視界に入る。じゃあ眉マスカラします。どうぞ。眉マスカラ一生美声のやつを使っています。でも変えたい、変えたいっていうかエチュセがいいんだっけ、あれだデジャビュー、デジャビューはいいのやつがいいみたいな、塗りやすいみたいなのをちょっと誰かの YouTube で見た、うん、濃いかな、ちょっと濃い気もするけど、まあ全体、まあ、前髪あるんで、まあ、前髪下ろすからね。前髪あるんですぐ前髪頼っちゃうからね、うん、アイシャドウですかね。はい、エスプアかわいい。よく使う色はどれですか。全部使う。めちゃくちゃ減ってるのがこちらのカラーです、ね、減ってますね。真ん中ベースかな。ベース、真ん中と上のカラーをちょっと混ぜさせていただいていきます。すっぴんでカラコンって結構きついよね。あチュルンと見えるね。なんだっけあれだよ、ミストアイリス。うん、それかミストアイリスが一番なんか良かったわ。ペールミラージュだっけ、うん、あーペールミラージュは漏れなかった。確かに漏れなかった。目めっちゃちっちゃく見えるよね。プライベートの03がプライベート03 あれが好きだったの。一番削れてる色で、あなんかこれシアです。シアなんですね。シアのカラーとなっております。唇に早く色を供給したいです、うん、わかる。なんかさいつもさメイク動画撮るときにさ、うん、思うけどさ、最初にリップ塗っちゃえば自分の顔はよく見えるじゃんきっと。見えるよ。でもなんか最後にリップを塗って、うん、ポンっていう変化を見せたいって思っちゃう、ね、リップが一番変わるからさ、うん、ハイライトとかも同じで、うん、背面塗りたさあるんだけど、うん、なんか後から塗った方がわかりやすいじゃんハイライトって。そう思う。そうだね。あーすごい綺麗。かわいいよね。かわいい。質がいいよねラメの、うん、チロチロしないね、うん、ピタッてくっつく。かわいい、うん、このタイプのやつ持ってないわ。なんかさやっぱ、うん、日本のラメとさ違うよね。確かに。あーてかでも思ったんだけどさ、自粛を経てさ、うん、アイライン引くのなんか毎度緊張するようになったのなんか笑わせんのよなんかえ、なんかさ毎日毎日メイクしてた時はさ、うん、スッスッスッって終わってたじゃん、うん、今喋りかけないでっていう感じが伝わってきたまあ喋りかけるけどね。ここアイラインが強い、すごくないじゃん。すっごいなこれ、すげえ伸びてるよ。
やばい。え、めっちゃ伸びてるよ、横から見ると。すごいね。まつげって感じ、うん、まつげすごい。次、これかわいいんです。なんか私って面長じゃないですか。じゃないですか。うんうんとは言えなくないね。そこで言えないね。その顔の形とかに関してはさ、なんかさ、あんま言えなくない。丸顔だからさ、でもそうだよね、丸顔だよねとも言えないし、なんか間違いない。そう、ちょっと間違えたな、その問いかけ方を間違えたんだけど、私面長なんで、チークをこういう風に斜めに入れるのがあんまり良くないっていうのを最近人から聞いたんですよ。なんか横にピーってなるのがいいらしく、それはなんでかっていうと、顔ここに塗ることで顔が上下半分で切れるみたいな。ここで一回切れるから。そう、ここで一回切れるらしい。ブラシ屋さんのお姉さん情報なので、多分結構有力な情報だと思います。ここを横に塗るのがいいよっていう話を聞きました。待って待って、どういうこと？これもうそろそろマジ買おうって。こうやってやんの？うん。そう、おにぎりみたいな顔してるの。え、ここがなんか海苔っぽくない？私がさ、お兄ちゃんからさ、おにぎりって言われた話しなかったっけ？聞いたかもしれない。そうよね。え、なんで言われたんだっけ？昔ちょっと太ってて、うん、で、なんかおにぎりみたいだねって、なんかふとした瞬間に言われたんだよね。おにぎりみたいだね。なんかさ、なんだろう、ディスにもさ、いろいろあるじゃん、ふざけた感じっていうかさ、おにぎりとかだったらまださ、あーっていけるけどさ、おにぎりみたいだねってなんか言われたらさ、おー、おにぎりなんだって思うしかなくない？いいっすね。いいっすね。仕事感あるね。おー、いいっすね。顔面全部、全角で手で塗るやん。細いとこはね、塗りやすいから。ツヤ玉ができてる、ここに。ツヤ玉リングができてる。ツヤ玉、イエーイ。じゃあ、あ、これ使います。ロメンのヴィンテージオーシャン。あー、かわいい味か。色がそんなにめっちゃつくわけじゃない。そうなのよ。目が緑の人がいる。はい、一旦メイクが完成しました。うちらってさ、ことあるごとに拍手しててさ、この間練習してる時めっちゃ拍手するじゃん。めっちゃわかる。こういう感じに。え、漏れてね。本当に。また頭使うんで怒られてる。やっぱね、人のコスメ使い慣れてないっていうのがあって、アイラインとか結構難しかったんですけどね、なんとか仕上がったかなと。形状がこう自分にフィットして、そうなん、出来上がってくるからね、うん、そうそうそう。アイラインは育てていかないと。アイラインは育てていくから、うちらで。違うか。よければチャンネル登録と高評価、あとインスタのフォローもお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。